11月18日、東京ドームで日本の自治体消防45周年事業を記念する一大イベントが開催されました。日本の自治体消防は昭和23年の発足以来45年の間、各種の災害から人間にとって一番大切な生命、身体、財産を守るため、社会経済情勢の変化に応じ消火活動を中心とした警防活動はもとより、予防、救急、防災など広範な仕事を担ってきました。東京ドームは全国47都道府県から参加した自治体消防職団員、政府関係来賓、その他多数の幼年消防クラブ、消防関係団体から総勢5万5千人の消防関係者で埋め尽くされ、天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぎ盛大に催されました。大会では21世紀を目前に控えた現代社会の抱える災害の複雑多様化、環境破壊等に対する消防の使命の重要性を改めて認識するとともに、郷土愛、国土愛、そして地球愛の精神に立脚し、日本はもとより世界各国の消防の発展と世界恒久平和の実現をアピールしました。日頃から世界は一家、消防に国境なしを提唱し、人類の幸福と世界平和のため邁進する笹川会長も、この大会に大会総裁として出席しました。そして日本のみならず、世界に防災の輪を広め、災害のない、きれいで住みよい、平和な世界の実現に向けて、さらなる決意を新たにしました。天皇皇后両陛下も大会午前の部にご出席され、長い歴史と伝統に培われた日本の消防制度の現状を再認識されました。そして日夜の別なく奉仕し、その使命達成に献身している多数の消防関係者と記念大会を楽しまれました。自治体消防45周年大会を開会宣言します。徳田正明大会会長の力強い開会宣言に続き、笹川会長が主催者として挨拶をします。笹川会長は東京ドームを埋め尽くした一人一人の方に挨拶をするように優しく手を挙げられました。天皇陛下、皇后陛下の行幸啓を仰ぎ、全国の消防関係者をはじめ107カ国の世界自由消防連盟代表者のご出席のもと、自治体消防45周年記念大会が挙行されますことは無上の光栄であります。決定自治体消防45周年記念大会が天皇皇后両陛下のご臨席のもとに挙行されるにあたり、一言お祝いの言葉を申し上げます。
我が国の消防は昭和23年に自治体消防として発足以来、今日まで国民の生命、身体および財産を火災等の災害から守るという崇高な使命のもとに活動を続け、広く国民の間に定着してまいりました。自治体消防が発足して45年、この記念大会に臨み、皆さんと共に一堂に会することを誠に喜ばしく思います。消防関係者の日夜たゆまぬ努力に対し、深く感謝の気持ちを表したく思います。大会では天皇皇后両陛下ご観覧のもと、21世紀の未来を担う幼年消防クラブ員総勢398人による特別演技が披露されました。かつて花嫁行列の先導は火消し役が務めました。この特別演技では大名姫君のお越し入れ、関東東北加賀地方の花嫁行列が再現されました。花嫁行列に続き演じられるのは、厳しい練習で消防の伝統をしっかりと受け継いだ橋本則です。その元気いっぱいな子どもたちの姿に会場全体が喝采を送りました。大会午前の部がすべて終了し、天皇皇后両陛下はこれからの日本の消防の未来が明るく輝いていくことを確信するかのようなお顔で、およそ5万5000人の消防関係者が見守る中、東京ドームを後にされました。地球を愛する消防の心は必ず築き上げられます。なぜなら人類は必ず実現してきたのだから。大会は午後になってその華やかさを一層増し、さまざまなアトラクションが花を添え会場を魅了しました。